田中冬治10月13日から1980年4月9日は日本の詩人である。本名は吉之助。銀行員として働きつつ、教習をテーマに多くの試作を行う。もっぱら旅を題材とした詩を作り、山国や北国の自然、日常生活をウい,いういしい感覚で表現した叙情集、青い夜道を発刊。多作ではなく、 マイナーポエットとも評されるが、一貫して、日本の自然や生活に根ざした詩を作り続け、吉行純之助は、象徴的に、青い夜道の詩人と評している。詩作の他散文や、俳句も手掛けている。堀口大学らと、こういう関係があった。おじの安田善介明治、商業銀行東取銀行員だった父吉次郎と、母屋への長男として、 福島県福島市栄江町に生まれた。1901年に父が、1906年には母が相次いで亡くなったため、上京して、おじ、安田善助の下で養育される。両国小学校、東華尋常小学校を経て、1908年に立教中学へ入学。この頃から文学に興味を持ち、友人と回覧雑誌を作り、吉江高松の詩、 公言に影響を受けたという。また、投稿文芸雑誌、文章世界や歌詞、あららぎへも投稿。1912年に文章世界へ投稿した短文が特選となり、この時に初めて、田中冬治のペンネームを使用している。1913年に中学を卒業すると、第三銀行へ就職。就職後も投稿活動を続け、 1922年に詩詩、死生へ投稿した作品が編集長長谷川美乃吉に評価される。1923年9月1日の関東大震災では被災している。1925年に結婚。1929年には第一詩集、青い夜道を刊行する。1939年には長野市店長として長野県長野市妻課へ転勤。 新州の土地柄を愛し、上、諏訪市天長時代と合わせて、最も快適な時代と語り、多くの施策をしている。戦後は1946年、転勤に伴い状況を。東京都南多摩郡日野町と余談に今日構える。当時日野に住んでた伊藤聖や相模原にいた八幡城太郎らと交流している。伊藤聖とは、C の木やセルバンを通じて、 戦前から交流があったと推定されている。1949年には銀行を定年退職し、新対応者の専務取締役となる。1971年、日本現代詩人会会長に就任。詩寿法省受賞。1980年に死去。85歳。他にも、晩春の日になどの作品がある。母方のおじで、安田銀行創始者。 安田善次郎の甥いの安田善助。母屋への母常が善次郎の実妹。父吉次郎は黒部式寺の出身で善次郎と同居。ありがとうございます。